どうもこんばんは、 NM です。今回は先日のメンテナンスで一新された派遣システムについてお話ししていこうかなと思います。まず派遣する区に難易度っていうものが追加されました。 C から S まであって S が当然難しいのですが、派遣キャラがね不足していなければ、まず失敗することはありません。そして難易度が上がるにつれ超成功、大成功などの発生確率が変わってきます。次に派遣キャラが最大20人まで選択できるようになりました。皆さんおすすめボタンを押して派遣キャラ選択していないでしょうか。おすすめで派遣キャラを選択してしまうと成功確率が 100% になった時点で、キャラを選んでくれなくなります。20人まで選べる枠があるのに5人しか選ばれないと損ですよね。なので手動で派遣キャラを選択しましょう。とは言ってもやっぱりめんどくさい、これが本心でしょう。そんな方におすすめなのが S だけガチ派遣です。僕はこれですね。派遣キャラも僕は若干不足していますので、 S ランクのクエの派遣キャラを20人選出すると1時間で戻ってくるようになります。 S は1時間より短縮することはできません。どれだけ時間短縮のアビリティを積んでも。そして石を砕いて強制帰還します。1時間だと砕く石の数は1個で済みます。強制帰還に必要な石の数っていうのは1時間かける1個なので、6時間だと6個必要だし、6時間1分だと7個必要なんですよ。なんで5時間59分だと6個なんですよ。1分でも違うと1個違ってきます。 A は40分まで短縮できるんですけど、結局 S が1時間行った瞬間から59分59秒で始まっちゃうので1個で済むんですよね。 A は40分で、帰ってくるんですけど、やっぱそれでも1個かかるってことは S に、派遣した方がいいよね、強制帰還した方がいいよねってことですね。なので S の強制帰還を使用します。1回の派遣で49万ポイント近く稼げてると思います。多分ね、今画像出してると思うんですけど。でちなみにおすすめ機能を使って5人しか選ばずに、派遣した、S ランクのとこに派遣すると6時間かかる上に10万ポイントしか稼げていません。かなり効率が悪いですね。促進剤もポロポロ落ちるので、ガシャ引くよりこっちの方が効率はいいですね、促進剤稼ぐには。なんでもうこれもっと早い段階からできたんですけど、僕気づくのが遅かったっていうただそれだけですね。まとめとして、とりあえず S は20人自分で選んで派遣しようぜってことです。まず派遣キャラがいない方はプレイヤブルキャラクター引くのもいいんですけど、とりあえず派遣キャラを揃えましょう。で、次ですね、時間短縮アビリティをどんどん積んで1時間で、帰ってこれる S ランクの派遣を作りましょうっていうことです。できたら石も砕いて、がっつり稼ぎましょう。以上ですね。なんでこの2つですね、20人自分で選ぶっていうことと、石を砕けるなら砕こうっていうことで、ランキングシステムをね採用している以上、石を砕ける人が一番ね効率よくポイント稼げたりランクを上げれるっていうのは当たり前のことだとね僕は思ってるんです。なんで石砕けない人は、インボケは基本的にスタミナが無限なので制限がないので、出た突発クエストとかを必死で走って、追いつくしかないってことですね。正直ね、僕は今までの占領戦システムあんま好きではなかったので、今回のアップデートは結構いい感じですね。はい、というわけで今回紹介したやり方以外で、何か効率いいやり方とか、僕が今言ったやり方に間違いがあったり不足等あればコメント欄に書いていってください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。